鳥取県境港市、水木しげるロードに設置されている畳叩きのブロンズ像。広島県、高野橋のバタバタ像畳叩きは、和歌山県、山口県、広島県、高知県に伝わる海音現象。夜中に畳を叩くような音が聞こえる現象。和歌山では、宇治という町に出たので、宇治の小玉とも呼ばれた。奇襲藩編山の地市。 貴族風土器によれば、冬の夜明け頃にバタバタという音が、東から聞こえ始め、西へ去っていくのでバタバタとも呼んだという。岩湯階段六では、はたはたという字を当て、山口県岩国で、文久年間の秋から冬にかけての時期に起こった、現象で、午後10時頃から翌朝未明まで渋髪を打つような、もしくは大きな内輪を激しく仰ぐようなバタバタという。 火音が街中で聞こえたという。広島でも同様の怪異があり、冬の夜に屋根の上や庭で、あたかも畳をつえで叩くようにバタバタと音がした、ことからバタバタ、もしくはパタパタとも呼ばれた。この怪異の原因はそこにある触ると後になる石の仕業とされ、その石をバタバタ石と呼んだ。安政時代の随筆、筆のすさびによれば、あるもの好きな人が正体を見極めようと、 音の方向を追いかけたところ、常に七、八軒先から音がしてきりがなかったという。またある人は、バタバタ石の中から小人が現れて石を叩いているのを見つけ、捕まえようとしたが、石の中に戻ってしまったので、石を持って帰ったところ、石と同じようなあざが顔にでき、慌てて石を元の場所へ戻すと、あざも消えたという。高知では屋敷に住むタヌキの仕業とされ、 屋敷や近隣では聞こえず300メートルほど離れた場所で聞こえるというポルターガイスト現象だという説もある。ありがとうございます。